PK 連続20本チャレンジ、ね PS4 の方でちょっとやったんですよ。これね、恐ろしく見てる側がつまらない。恐ろしく見てる側がつまらない。で、なぜ20本か、これ言いましょう。PS4 の方でも言ったんですけど、これね、ちょろっとね、10分ぐらいやったんですよ。10分ぐらいやったら、7本ぐらいまではね、決められたんですよ。7本ぐらいは。なので、10本が、まあ、多分ね、2、30分で多分いくと思うんだよ。なので、よりね、難しい20分。20分じゃねえ、大事なとこで噛んだ。20本。これを決めていくっていうことでね。よーし、じゃあ早速一発目の挑戦いこう。寝れない説。いや、充電が切れる、多分その前に。充電が切れるか、俺が著しく萎えるか。ね。多分途中無言になると思うけど。さあ、じゃあまあやっていきましょう。記念すべき一発目でこれまさかの20本成功あるか。さあ、一発目。これ成功したら何になるんですか。おい、よく聞けヒロ。これをやったら何になるか、そんなものは俺は求めてないんだよ。やった先に何があるか、これはな、挑戦して苦労して達成した時に初めてわかるんだよ。何があるかなんて分かってたらやる必要ないんだろ。そういうことだよ。よし、行くぞ。6本目。よし、こっち頼む。よし、オッケー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 。新記録。あと13本。頼む、マジで頼む。あ、じゃあラスト20本目、比較さんに決めてもらう。そこまで起きてろっていう。何時間後に20本目のチャンスが来るかだけど、何時間後に20本目のチャンスが来るかどうかも微妙だけどね。ずっと見てるってマジで。じゃあラスト20本目、ヒカクさんにどこ蹴るか指定してもらおう。いや、充電が切れるまでやるわ、最悪。ちなみに今日ね、バッチリ充電してきたんで、今 88% あります。やべえ、真ん中いっちゃった。やばい、真ん中いいよ、蹴っても。ヒカク、その約束ミスった説。いや、俺もそう感じてるよ。絶対多分今ちょっと後悔してるよ。やべ、ちょっとやっちまったみたいな。2本。充電減るペース早いね、確かに。ね、さっきだって90、100% から始めたんだけどな。配信始めて20分で 12% 減った。めっちゃ後悔してます。絶対、今のでいける？下画面いける？てか待って、さ、今何本目？今何本目？いや、ちょいちょい決めた。まあいいや、どうせ止められるからちょっと打ってこう。いやいや、ゼロからでいいや。ほーらな。明るさマックスでお願いし、やらない、残念でした。低電力モードです。法則ある。いや、でも法則見つける方が早いかもしれない。確かに。いや、みんなの言う通りだわ。法則見つけようぜ。いけ、新記録9本目。よし、きた。これ次、これで久保くんか。さあ、久保ちゃん、ヒカクさん、ちょっと仕事しましょう、ヒカクさん、仕事しましょう。ヒカクさんに10本目。ちょっと大台はちょっとヒカクさんに決めてもらおう。ヒカクさん、仕事だよ。見てる、ちゃんと。真ん中でね、わかりました、ヒカクさん。じゃあ、行きます、真ん中で。さあ、ヒカクさん。ヒカクの法則ね、了解です。ヒカクさん、スパチャありがとうございます。右と左を2回ずつ繰り返す。わかった、ありがとうございます。じゃあ右と左ね、繰り返します。 OK、 了解。やべえ、ゴロ蹴っちゃった。右と左を2回ずつね、了解です。ヒカックの法則でいきます。いきましょう。右で、おもしや、これはあるかもしれないぞ。比較の法則、さすが。あ、これクズだわ。これクズだわ。これダメ。終わってる。何が比較の法則だ。ウイレアプリを代表する比較さんが比較の法則と自分でね、自ら命名した法則、無能なはずがない。無能なはずがないよ。もう一回信じよう。俺のコースが悪かった。比較の法則絶対いけるから。これ信じよう。これ3本目次。あ、もうクソだわ、これ。四つ角を回す。ありかもね。ちょっとやってみようか。IQ3 って書いてあるけど。IQ3 の冷凍みかんさん。四つ角繰り返そう。まず右上。おーし、オーケー、1本。次右下。おお、次左下。いい必勝。おお !IQ3! あるかこれ。おお、これ IQ3 が優勝かもしれない。大丈夫か。おお !IQ3、今の時点で比較さん超えました。比較さん超えました、今の時点で。5本決めた。6本目。おお、待って、これあるぞ。IQ3 ある。次7本目。ありえるんですけど、マジで。IQ2 以下確定。確かに。7本。8本目。頼む。我慢スールさん、スパチャレート。うわ、来てる、マジで。8本目決まった。これ優勝だな、これ多分。マジで。うお !9 本。はい。比較さん出番です。来ました。さあ、真ん中でね。わかりました。よし、以後信じましょう。よーし、来た。やべ、来てる、マジで。11本目。うおーし、よし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 。来てる、来てる、来てる、マジで。あるぞ、これ。達成ある。11本目。次、12本目。頼むぞ。マジで。12本目。よし、来てる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 、マジでマジで来てる、マジで来てる、マジで来てる。13本目だぞ、次行くぞ行くぞ。13本目頼む。よし、いいコース。来てる来てる来てる。待って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 。比較の法則回です。右右真ん中左左を繰り返してください。まあ言うてね、やっぱね、登録者30万人いってるのかな、比較さん。30万人近く。もうね、そんな比較さんが言ってくれてる法則、間違ってるはずがない。おお、さすが回。とてつもない法則かもしれない。右右、あ、やべえ、下蹴っちゃった。オッケーオッケーオッケー。おお、いいよ、これ。さすが。やっぱ伊達じゃない。まあやっぱこういうところだよね。こういうやっぱり分析力。分析力があったからこそね、やっぱりね、30万人登録者。やっぱすごいわ。これが比較だっていうね。もう法則見せつけてるね、これ完全に。さすがですわ。やっぱ伊達にクソだわ、これ。うお、来た。はい。節目。比較さん。節目来たよ。比較さん起きてる？寝落ちしたか、まさか。寝落ちワンチャンあるぞ、これ。比較さん。寝たな、これ。いや、これ、痛い。真ん中にしようと思ったんですけど、やっぱ右にしたくて、でもやっぱり左でお願いしますと言いつつ、俺はあえて右に蹴る。これぞ天の尺の法則。よし、10本目超えた。よし、10本目超えた。オッケー、ありがとう比較さん。来たぜ、10本目超えた。さあ次、そろそろもう右やばいだろうと見せかけて、右と見せかけて、僕が天の尺した時間意味ない説。そんなことない。そんなことは意味なくなかった。待って、これ考えろ。右に蹴ると見せかけて、俺はやっぱ左に蹴ると思わせての、ここで攻めの真ん中。